沖縄キャンプ第2クール2日目は若手が課題と向き合いました。早出練習で4年目持丸選手に石原良幸コーチがマンツーマンで指導です。低い重心でのスローイングを繰り返し、映像で確認すること40分。一軍生き残りをかける若手へ基本を染み込ませます。まあ、スムーズにというか、投げるまでの感覚っていうものを掴んでほしいと思ったのでやりました。今やってることがこれから実践が多くなる中で出してほしいなっていうのを楽しみにしています。ブルペンでは去年右肘を手術した森下投手が沖縄2度目のブルペン入り。5日前の前回はキャッチャーを座らせ投げたのはわずか6球でしたが、今日は35球を投げ、ストレートは140キロ台を計測。復活へ向け順調です。もうしっかり投げるということを意識して投げました。もういい感じに来てると思うので、もっと上げていけるようになります。こちらも右足骨折から復帰を目指す床田投手が沖縄初のブルペン入りです。打席に人を立たせ、より実戦をイメージしながら得意のパームを投げ込んだ床田投手。相澤選手を相手に130球を投げ込みました。開幕ローテーションも見えてきた左腕の復活ぶりに見守った新井監督も思わず230投げたのか、すごいな。18勝3敗防御率 1.2 ぐらいだな。あとだよ。足は全然問題なく、できましたし、まあ、球数投げても思ったより投げれたので、まあ、そこは良かったかなと思います。この前実戦で投げた課題をしっかり潰せるように、しっかりやりたいなと思います。沖縄キャンプ2度目のランチ特大に臨んだのは新助っ人のデビッドソン選手です。しっかりと打ち分けることを考えたと、バッティングピッチャーから30スイング中逆方向へ2本の柵越えを放つなど、バッティングに磨きをかけます。Yeah, these last couple of games, I just want to, you know, be on time with the fastball and just recognize the off speed and just continue to, you know, get used to the speed of the game. 午後の打撃練習が終わった後は、このキャンプ初となるケースバッティングの練習に取り組みました。ランナーを置いた状態でバッターが打席に立ち、サインプレーを実行します。バッティングだけでなく、守備面、走塁面でも戦術の理解を深めました。明日は楽天ゴールデンイーグルスとの練習試合を予定している沖縄キャンプ。実戦モードはますます熱気を帯びています。